つもご視聴いただきありがとうございます。今日は岩手県盛岡市ハンバーグのベル大通り店にやってきました。びっくりドンキーのふるさとだそうです。今回も娘と一緒です。2日間連続のびっくりドンキー、前の晩も食べたのにまた食べたいというので、今回はびっくりドンキーのふるさとに連れてきました。私が高校生の時一番利用したお店でもあります。レトロ感満載の店内。このお店はお座敷もあるのですが、今日は閉まっていました。階段にびっくりドンキーの歴史みたいなのがありました。昭和43年創業だそうです。はじめはハンバーガーショップだったそうです。値段が安くてびっくりですね。このお店は1972年にできたそうです。すき焼き風ハンバーグなんかもあったんですね。チーズバーグディッシュ、その他いろいろ写真がありました。今はタッチパネルになっているお店が多いですが、ここのお店はメニューボードのまま。チーズバーグディッシュ 150g 920円。いただきます。私はびっくりドンキーでは昔からチーズバーグディッシュ一択です。高校生の頃から通っていた思い出のお店。まさかこのお店があの有名なびっくりドンキーの1号店だったとは。このチーズバーグディッシュも食べましたが、もっと食べたのはメリーゴーランドという白玉団子入りのパフェでした。それが大好きでよく食べていたのですが、今はもうなくなっていました。ものすごく残念です。せめてこの1号店だけでもいいので復活させてくれないかな。あと高校の頃の思い出は、ここのお店で同じ学校の生徒がなんと食い逃げをして、全校生徒が体育館に呼び出されました。誰がやったんだ、手を挙げろ。そう、体育の先生が怒鳴って何時間も体育館に缶詰状態に。とうとう誰も手を挙げず解散となったのですが、うちの学校の生徒はしばらく出禁になりました。しばらくしてお店に行ってもいいことになったので、犯人が見つかったんだなぁと思った思い出があります。こういう思い出っていつまでも残るんですね。結構昔の思い出を忘れてしまっているのに、このお店を見るといつもあの青春の出来事が思い出されます。そんな思い出の店ベルに娘と来れて嬉しかったです。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。